投資？君は今日から東塾学園投資部6人目のメンバーだ。儲かる株を見つけるには身近なものから始めること。お前は典型的なカモだ。自分のお金を引き出すのに ATM で手数料取られて損してる。無知すぎるのが問題なのよ。投資をしないやつは死ぬ。負けたままでいいの。お前の投資額は100億円だ。100億円？